試合に持っていくものを紹介したいと思います。まあ、チームジャージ2つとアップ着とか、あとは、まあ、パンツ、靴下で、ユニフォームとそのスパッツとかですね。で、あとはスパイクですね。スパイク、こっちにはウルトラが入ってて、で、この前買ったアディダスの X のゴーストですね。この2つを今日持っていきたいと思います。ゲベリーもさ、不審にさ、強制の家モザイクないよ。最初さ、全部え、泣いてない。監督室いや、レッドカード出しちゃった。ね、脅しないそれ、破かれた。一回見えてたなんかごめん、YouTube 撮ってる場合じゃないでしょ。破かれた。いや、知ってるよ。ここカット、ここカットで。あれ、こうして覚えてる。ナイスゴー。ありがとうございます。マイコさんの分まで今日ハットトリック。もうここでレッドとかない。ベネ来ないです。ベネ来ないです。今日メッシいたわ。黙れよお前、何もしてねえ。ダメダメだったや。でしょ。はい、マイケル FC 入団おめでとう。多分次からこれがマイケル FC の挨拶になると思います。まあ今日は天皇杯準々決勝ということで青森大学さんと、試合をしてきました。結果としては6対1で快勝することができました。まあチームとしてもすごく、攻撃するときも厚みを持って攻撃ができて、まあ得点も体力と大量得点できたんで、内容としてもすごく良かったと思います。で、まあ個人としてはまあいろいろ準備したんですけども、ミーティング前にベンチ外に、発表され、今日はサポートの方に回りました。非常に悔しいですね。まあサポートするってまあ気持ちの整理がなかなかつかずにね。けどまあちょっとしたら、まあ、チームのためだと思って頑張りました。来週も試合があるんで、来週の時には、まあ、しっかりメンバーに入れるようにもう一つ一つの練習の質だったりとかも意識しながら、質の高い練習になるように、まあ、自分で日頃意識してやって、来週は絶対出ます。では終わりたいと思います。終わります。よいしょ。